苦心は、中国春秋時代の諏訪の皇族、政治家。相応に仕えた。信仰。姓は、死は靴。意味名は、苦心。または、不、字は、これ。その部王時期の靴傷を外する、靴出身で、靴きつね用の父で、靴等の続帝。若くして、相応に目をかけられ、国防の要である猿の長官や、外交官を歴任した後、 祖から亡命して、進むに仕えた。その後は、進む、暮れにおいて、最小を務めた。また、絶世の美女である夏姫を妻としたことでも知られる。紀元前598年、祖の総王は、陳の君主となった夏印、信の乱に乗じて、これを攻め滅ぼした。その際に、夏印、信の聖母で絶世の美女である夏姫を手に入れ、 これを目掛けにしようとしたが、苦心は、我が君は夏印しし、上罪を問うてこれ討伐されたのに、その母の夏姫を迎え入れれば、色をむさぼり、美人を得るための戦いであったことになりますと、いさめたので、そうも思いとどまった。すると、将軍の子半が夏姫をめとろうとしたが、苦心は、夏姫は不吉です。おじを死なせ、霊子を死いし、その子である夏印しし、 上殺害させ、高安氏と義行父を出奔させ、真を滅ぼしましたと痛めたので、古藩も思いとどまった。その後総王は、夏姫を、連員の上楼に与えたものの、紀元前597年の,の戦いにて、上楼は戦死してしまった。屈身は、夏姫のもとへ人を使わして、故郷の邸に帰りなさい。改めて私が妻に迎えましょうと言った。そして、 相王を説得し、夏姫を邸に帝に帰国させることに成功する。相王の死後の紀元前589年、生が神と対立するようになったので、不神は蘇が生と同盟するための使者に任じられた。これを捉えて、不神は全財産や大半の俗人と共に諏訪へを出国し、帝へと入った。不神は帝の上皇に夏姫を迎え入れたいと申し出、上皇はこれを許した。 そして、ここで死者の役目を放棄し、夏姫や一族と共に一度は姓に入ったが、姓が、倉の戦いで、進むに敗退したのを受けて、亡命先を進むへと変更した。そこで、怪談師と天下に、名の聞こえた、客至るを頼り、慶の大部として、聖教の客かつや真の重臣たちに徴用された。不審の真での評判を聞いた。 当時の諏訪絵の皇族である古小判と声は、進むへ賄賂を送って、不審を用いられないようにしましょうと今日に、検索したが、無能であれば、賄賂のありなしにかかわらず用いられず、有能であれば、賄賂のあり、無にかかわらず用いられる。無用であると知りけられた。しかし、狙っていた夏姫を不審に横取りされたと怒っていた。古小判は声と共に、諏訪絵に残っていた。 クツシい地を殺害した。これを知った、不信は、湖畔と声え、あなたたちは、邪悪な心で王に仕え、数多くの無実の人たちを殺害した。私は、あなたたちを奔走させて死ぬようにさせるとの復讐の、書簡を送った。その後、信仰にクレと国交を結ぶことを進め、自らクレに出向いた。これにより進むは、中華の諸侯で初めて、クレとの国交を結んだ。 不信は、傭兵や戦車を漁する技術を伝え、この靴きつね用を外交官として、クレに仕えさせ、進むに帰国した。このことが後に、クレ国が強国になった一員となった。そして古藩とエは、不信の目論み通り、進むやクレとの両面戦争に奔走させられ、その後古藩は、紀元前575年の三ギの戦いでの、 失態を声に責められて自害し、声もまた、クレとの敗戦による辛労で、紀元前570年に死去し、不審の復讐は果たされた。語が強国となることでスワエにとっての脅威となり、ついには祖がクレによって、滅亡寸前に追い込まれるなど、歴史を大きく変える、復讐の策だったとも言える。その後、不審と夏姫との間に生まれた娘が、 献身として名高い真の皇族の羊説の妻となった。ありがとうございます。